こんにちは、チェームズです。タイトルを見てもらったら分かる通り、僕の愛犬のニーナが亡くなりました。10月で4歳になるという時に亡くなってしまいました。昨日僕が家の鍵を閉めずに朝家を出てしまい、その隙に泥棒に入られたのか、それとも愛犬のニーナが脱走したのかはわかりませんが、次の日ニーナは家からいなくなっていました。最近僕も子供ができてパパになって、ニーナは子供がいなかった時よりあんまり構ってあげられなくて、それでニーナは寂しくて家を出たのかもしれません。ニーナ本当にごめん、頼むけん生きとって。これが僕からの最後の願いです。速報です。登録者1万人の YouTuber マスクブラザーズが新しいペットを購入したことを YouTube で発表しました。そうなんだ。購入したペットがこちらです。かわいい。ちょっと待って、これ俺の犬やんけ。 All my friends are toxic, all ambition, they're so rude and always negative.